はいどうも、こんにちは、シマです。不毛な会話です。はい、えー。今回ね、データ編になります。はい、えー。今回ね、データを紹介させていただきたいレースはですね、チャンピオンズカップになります。はい。 まあ、あの、去年までね、ジャパンカップダートという名前だったんですけれども、えー、13年の歴史に大幕を閉じて、今年からですね、えー、チャンピオンズカップという新しい名前でスタートするような形ですね。はい。まあ、その間ね、えー、東京だったり中山だったり阪神だったりとね、場所がね、コロ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 変わってたんですけども、はい、えー、今回はね、4回目の、まあ、正確には3回ですね。3回目の場所変更ですね。で、名前も変わって、 距離はね、ダ,、えー、ダートの1 8中京ダート1800という形になります。はい。で、今までね、こうね、データがね、えー、蓄積されてきたものがね、全くの使えない、えー、状態になりますので、はい、えー。データらしいデータというのはないです。はい。まあ、ね、まあ、ローテーション的には、まあ、ほぼ変わらないんだと思うんですけれども、まあ だからといってですね、まあ、今回ね、まあちょっと全然違うコース体験になりますので、ちょっと変わってくるかなという部分だと思います。なので、ちょっとデータの方はちょっと紹介はですね、今回、控かえ、控えね、させていただいてですね、まあ、特徴だったりね、そういったことをね、ちょっと話させていただこうかなと思っております。はい。ではですね、えー、中京のね、ダート1800というのはね、どういうコース形態をしているのかというのをね、 ちょっとね、図をね、ちょっと、簡易的、相当簡易的なんですけど、作ったので、ちょっとこちら、まず見てください。どうぞ。はい。わーもうね、相当簡易的ですね。はい。お前は舐めとるのかよっていう。まあこんなコース形状はないんですけれども、まあスタートとゴールと、まあ直線が、まあ約ね、400、410メートルあるっていうことをね、こう。 わかっていただけたら。で、これを見ながらですね、えー、今からね、まあ、どういうコース形状を教えるのかというのをちょっと説明させていただこうかなと思います。はい。えー、まずですね、えー、見ての通りですね、えー、スタートはゴール版からですね、300メートル下がった坂の途中にあります。はい。じゃ、スタートは坂に、坂からスタートするっていうような形ですね。 はい。えー、スタートしてね、坂を登りきると、まあ、緩やかですね、ほぼ平坦なんですけど、緩やかに登りながら、3コーナーの手前、残り1000メートル付近から一気に下ります。はい。えー、下り、下り先はですね、4コーナー過ぎて直線入る手前ぐらいまでに一気に下り降りてきます。で、そこからですね、直線に入った瞬間からまた急な坂が、 あります。はい。えー、それがですね、ゴール板から200メートルぐらい手前まで、きつい坂があって、そこからね、ほぼ平坦ぐらいになるっていう、形なコース形状になってます。はい。それでですね、直線は京都よりも長いですが、コーナーはタイトで小回りなコースになっています。はい。なのでね、下り坂もかなりきつい、形になりますので、 はい。まあ、それなりのね、能力のある、まあ、まあ、かなりきつい、厳しいね、このタフなコースになると思います。はい。なのでね、えー、まあ、まあ、イメージとしてなんですけどもね、まずは。はい。まあ、イメージとしては、まあ、直線が長い、左回り、坂がある、まあ、ね、東京みたいなイメージ。 っていう形にね、問われてる方が多いんですけれども、またね、ここからね、ちょっと趣向を変え、まあ、その辺の話を今からさせていただこうかなと思います。はい。じゃね、ちょっとこれ消えてもらって、えー、今回ね、えー、注目すべき点ね、1800メートルの注目して点をちょっと今からね、説明させていただこうかなと思います。まあ、こんな題目で、どうぞ。中京ダート1800メートルの落とし穴という、まあ、タイトルでね、ちょっと付けさせていただいたんですけども、はい。 えー、まだね、コースをね、回収してからね、3年しか、まあ、経ってないので、まあ、最近までのね、まあ、データとですね、現地でね、よく見に行ってる友達がいるんですよ。まあ、その辺のあたりからね、話を聞いて、ね、まあ、データと照らし合わせながら、ちょっと、あの、説明させていただこうかなと思います。はい、あ、で、データの方はですね、ちょっと、えー、 まあ、数字の方はね、控えさせていただいてね、言葉の方で、まあ、どんな感じかっていうイメージを持たれて,ていただけたらと思います。はい。はい。まあ、先ほど言ったね、イメージ的には、まあ、左回り、坂、直線が長いというイメージがあると、やっぱ東京のね、イメージが強いんですけれども、はい。東京のようにですね、差しがそんなに決まらないんですよね、このコース。 ま、なぜかは、ま、多分、きつい坂があったり、登ったり降りたりしてるんだとは思うんですけども、あと、小回りだったりとか。ま、いろんな理由があってですね、あの、前の方が止まらないっていう傾向が多いですね。データ的にもそうなんですよね。え、逃げ先行が明らかに有利なコース形状になっています。そう、成績的には、ま、ほぼね、京都の1800とね、ダート1800ですね、とほぼ変わらないぐらいの成績になっております。はい。 だけどですね。まあ、これは全体的な話なんですけども、えー、それをですね、下級戦とね、オープン、オープンより上ですね、重賞組とかに分けた場合ですね。すると、やはりね、力がも、力をね、持っている、ま、が出てるレース。やっぱオープン以上ですね。はい。オープン以上のレースになるものと、やっぱ差しもやっぱりしっかり決まってくるようなデータにな、な、があります。はい。ただですね、 結構これが、あの、条件付きなパターンが多くてですね。だいたいどのレースも、差しが決まってる時っていうのは、中段よりやや前目で競馬をしないと決まらないっていう。要は、こうよりやや後ろぐらいで、馬が差しを決めやすい傾向があるっていう。はい。まあだから、まあ、場所ですよね、本当はい。で、後方一気や、まくりとかですね。まあそういった競馬は、まあ、 三着までは来るけど、カチューマにはなかなかなりづらいっていうデータがあります。ここがですね、えー、東京と大きな違いになりますので、どちらかというと、まあ、京都みたいな感じの成績だと思っていただけたらなと思います。で、実際に問題ですね。まあ、今日、まあ、重症に関してはね、京都よりもやはり差しは決まってはいるんですけれども、それでもですね、やはり先行逃げがかなり有利になる。 ので、まあその辺あたりをね、しっかりワンポイントとして覚えていただきたいかなと思います。はい。なのでね、まあ直線などが長く坂もあるからといって、まあ差し,差しに、まあ、過信しすぎてはダメだというところですね。はい。あとですね、もう一個あるんですけども、なぜかですね、10番音枠がめちゃくちゃ 勝率が高いんですよね。なぜかか、まあ、よくわからないですけど、まあ、特に10番なんですけど、まあ、10番、10番を前後、9番とか11番も、まあ、それなりにすごく副勝率とかもすごく高くてですね。はい。な、まあ、なぜかはね、よくわからないんですけど、他の枠番に比べて2倍近い勝率があるんですよ。なぜか、なぜか10番だけ。まあ、たまたま強い間がね、まあ、か、ね、レース数がそもそもこの,のダート1800の、 ね、レース数がものすごく少ないので、まあ、その中でたまたま,こたま,たま10番にうまい具合に入ってたのかもしれないですけど、まあ、これから、ね、長いスパンを見れば、まあ、また変わっていくのかなとは思うんですけれども、まあ、3年間だけのデータですからね、まあ、どうもわからないですけども、一応10番前後ぐらいは注目していた方がいいかなと、はい。で、あとですね、差し馬に関しては内枠より外枠の方が圧倒的に有利です。 はい。刺しの馬に関してだけですね。はい。で、内枠、な、まあ、その、その辺はね、ちょっとね、うちでもまれるからとか、まあ、そんな理由なのかなとは思うんですけれども、まあ、基本はですね、外に、えー、外のね、馬の方が差し場はいいです。はい。うちの方より外の方が成績はかなりいいので、はい。まあ、その辺もね、ちょっと注目していただきたいかなと思います。はい。えー、で、今回ね、3点ね、チェックポイントとしてね、挙げさせていただいたので、まあ、これをね、 え、言わせていただきますと、まずね、まとめましたので、えー、まず一つ目ですね。はい。中京のね、実績がない馬に関しての話です。はい。えー、東京と京都に注目した方がいいかと思います、ね。まあ、東京に関しては、えー、左回りの適性だけです。東京が勝てるからって言って、多分、中京は勝てない馬が多いと思うんですよ。逆もありきなんですけど、その辺の見分け方で、京都に、 京都をね、どれだけ勝ってるか、1800メートル、同じ、同じ、まあ、コースでもいいんですけど、まあ、基本的には京都のレース成績をチェックするというのも、一つの手だと思います。はい。で、次ですね。はい。えー、2番目なんですけども、まあ、先ほどもね、少し、あ、まあ、少し、まあ、言ったんですけども、えー、逃げ先行が明らかに有利です。だけどですね、中段前目にいるね、えー、差し場には、ちょっと注意は必要かなと思います。はい。 で、次、最後、3番目ですね。まあ、さっき言ったんですけど、えー、10番枠周辺ですね。9番、11番だったりとか、その辺あたりの馬にも注意が必要という形になります。はい。この3点をね、今回のね、チェックポイント、まあ、データとしてここを挙げさせていただくような形になります。はい。そうですね。まあ、あその有効なデータというものがですね、今回に限ってはですね、全くない、まあ、状況なんですよね。 はい。まあ、数字的な、まあ、使え、まあ、使えるってほどでもないですけれど、まあ、死って言うんだったら、そうですね。あのー、前奏データぐらいですかね。前走どこで走ってたぐらい。で、まあ、どういう形になってるか。まあ、今回ね、右左変わるっていうのもポイントになりますので、まあ、その辺も踏まえてね、見ていただけたかな、とは思うんですけど、を、まあ、一応上げさせてもらいますね。 はい。まあ一応前奏データはこちらです。どうぞ。はい。まあ JBC クラシック組がね、まあ圧倒的に有利。まあその次がムサシステークスですね。まあで、その次が都ステークスという形。まあこの3種類だけね、挙げさせていただきました。はい。まあ他がね、全然勝ち、まあ他に勝ち倉が上がってないからっていうのもあるんですけれども、まあここが基本路線だと思っていただければ結構です。はい。 まあ、他のね、路線もこれ、今、これからね、また変わってくるんだろうとは思いますけれども、まあ基本はここから出てきたのがほとんどですので、まあここだけね、上げさせていただきました。はい。えー、それではね、えー、まあこれでね、ちょっとデータの方は、紹介は終わらせていただきます。はい。それとですね、えー、今回ね、注目馬なんですけども、えー、今回もね、外国馬が1頭、 来日してくれますので、まあ、それについてね、少しお話しさせていただこうかなと思います。はい。えー、アメリカから来る馬ですね。はい。インペラティブっていう馬です。はい。まあ、キャリアは20戦3勝ですね。えー、父の父、まあ、要はじおじいちゃんですね。は、まあ、日本でもね、おなじみの AP インディです。はい。AP インディーですね。はい。 まあ結構ね、まだその3区も日本でよく走ってますからね。まあお馴染みのある、あのー、馬だと、あの、決闘だと思います。はい。えー、去年までね、日本でいう条件戦にいたんですが、まあ今年に入ってからね、開花したような形です。G2 の、えー、チャールズタウンクラシックを1着。えー、その後ですね、えー、G1 は、まあ1着こそはないんですけど、構想がかなり目立っているような形です。はい。まあダートの本場のね、あの、レースでね、こう、 バケに絡んでるっていうのは、まあそこそこ、そこそこっていうかだいぶ強い馬だとは思います。ただですね、えー、基本はですね、何、えー、て言えばいいんですかね、向こうのダートはね、日本の場合は砂なんですけど、まあ、アメリカは土なんですね。赤土を使ってるところが多いので、まあそこですよね。ダートといってもちょっと重さが変わってきますんで、まあその辺あたりがね、ちょっとチェッね、 になってくるのかなとは思うんですけども、やっぱ期待の大きい一途だと思います、はいで。左回りに関してはね、全く問題がない。アメリカは基本的に左回りだけしかないので、全く問題がないので、まあ、気にせずね、そこだけはいいかなとは思います。はあ嬉しいところなんですけれども、えーまあジョえー、一緒にね主戦で乗られるジョッキーなんですけど、 は、もう、久々2年ぶりの来日になるんですかね。デザーモンジョッキーになりますね。はい。まあ、覚えてる、いらっしゃる方はね、結構多いと思いますね。なじみ、日本にね、かなりなじみのあるジョッキーです。はい。えー、まあ、どういうジョッキー、まあ、2000、まあ、覚えてる方多いと思うんですけど、2001年にデディパステルで、えー、オークスですね。を優勝したジョッキーです。はい。 まあ、久々の来日になるのでね、僕もうね、なんかちょっと嬉しいんですよね。はい。2年ぶりですからね、結構来てない。まあ、まあちょっと年は年なんでね。はい。まあ、今多分地元のアメリカにいるような形だとは思うんですけども。はい。まあ、そういうね、嬉しい話題も多いわけですね。まあ、ちょっとね、はい。先週ね、悲しい出来事があってしまった後なので、心配はしちゃうんですけども、はい。まあ、 多分大丈夫だろうなと思いつつもね、応援をしてね、行きたいかなと思います。はい。えー、それではね、えー、今回ね、えー、データ編の方はこれで終わらせて、まあデータ、データほどデータ出してないですけども、はい、こちらの方で終わらせていただきます。えー、予想の方はですね、多分、えー、金曜のね、金曜日にはもう配信ができてるとは思います。はい。なのでね、またそちらの方できましたらね、下に URL、ね、 を貼っときますので、またそちらの方も見てください。長々聞いていただきありがとうございます。参考にしていただけたら幸いです。ありがとうございました。